ジス用語一覧、ステールメイト、ステールメイトとは、ジスにおける用語の一つである。ステールメイトや、ステールメイトと表記される場合もある。次の三つの条件が全て揃った時が、対戦相手によって、ステールメイトされた状態に該当する。自分の手違いである。相手にチェックはされていない。合法種がない。つまり、反則にならずに次に動かせる駒が一つもない。 ステールメイトは大手されていないという点で、チェックメイトとは異なっている。しかし次の手を指すことができず、そのままではゲームを継続することができない。そのため、ルール上に何らかの対処が必要となる。今日のチェスでは引き分けになると規定されている。相手をステールメイトの状態にした場合は、その時点で自分がかなり優勢な局面であることが一般的である。 ステールメイトの対処の仕方もこのことを前提に考えられている。現在指されているチェス系のゲームではステールメイトの対処について次のようなルールがある。チェスの歴史の中でも早々期からステールメイトのルールが確立していたわけではない。その取り扱いは時代や場所により幾度も変遷してきた。他のゲームについてもそれぞれの特性に応じてより面白く より適切と考えられる対処が採用されている。チェス系ゲームにおいて、ステールメイトは、極めて重要である。英語圏以外のヨーロッパ諸国では、パッドとも呼ばれている。チェスのステールメイトの例現在、黒番。渦はチェスにおけるステールメイトの一例。黒の鉄外の時、A8 にいる黒のキングは、B6 の白のクイーンが効いているために A7、B8、B7 のいずれにも動けず、 させる手が一つもない。今日のチェスのルールでは、こうした状況をステールメイトと呼び、引き分けとして終局させるようになっている。ただしこの一つ前の白の手哲いにおいては、白はステールメイトを回避することもできた。ステールメイトを引き分けと規定することで、わずかな違いで勝敗の有無が分かれる局面が増えた。そしてステールメイトで済ませるための捨て駒。 ポーンが余分にあるためにチェックメイト負けになる局面、クイーンの介護官であるルークやビショップへのプロモーションの有効性など、チェス終盤の複雑性が増している。本将棋でも、理論上、ステールメイトは存在する。しかし本将棋の実践では、ステールメイトが発生するケースは皆無に近い。そのため、ルール上では、ステールメイトについての規定はされていない。 ステイルメイトが発生しにくい理由は次の通り。本将棋では取った駒を自らの持ち駒として使えるので合法種がないという状態が極めて起こりにくい。強引に想定した場合、攻めてと受けての戦力差が通常では考えられないほど開いてしまう。つまり、ステイルメイトになるずっと前の段階で、ほとんど勝負は決着しているのである。 ステールメイトの状況まで対局を続けるのは、攻めて受けてともに好ましくなく、礼を書いた行為とみなされている。渦は、将棋におけるステールメイトの一例である。注目すべき点は、先手の持ち駒で、王将と銀一枚以外の駒が、すなわち全40枚の駒のうち38枚が、先手の持ち物となっているを自分のものにすることを前苦という。 もし後手のくだに負が一枚でもあれば、それはまだ、ステイルメイトの状態ではない。渦以外の形でも、将棋のステイルメイトは、一様に、全駒、またはそれに近い大差がついたものとなっている。将棋の実戦で、ステイルメイトが発生するのは、圧倒的に優勢な攻め手が、終盤でわざと詰めに行かない場合などに限られる。また、詰め方を、まだ理解していない初心者が、 調整にもかかわらず、罪を見つけられないために、結果的に、ステイルメイトを成立させることがある。同様に、コンピュータ将棋の世界コンピュータ将棋選手権でも、罪が見つけられない、適切な投了ができないといった理由で、ステイルメイトになるまで対局が続行した例がある。当然対局も長引き、対局開始から、ステイルメイトまでの手数は数百手に及ぶこともある。将棋で、 ステイルメイトが発生しうるような、全駒、またはそれに近い圧倒的戦力差の場合は、実戦レベルでは逆転の可能性はゼロと断言して、よく、仮に、そのような大差を逆転できたとしても、受け手は、スのような積極的な戦略を立てることができない。受け手にできることといえば、万に一つの偶然を祈りながら投了しないで、対局を続けることくらいである。本将棋で、 ステイルメイトが起きた場合は、パスができないルールから慣習的に罪と同様に受け手の負けとされている。明確にルールとして定められていない理由は、そこまで長引いて大差のついた内容の対局を本将棋は想定していないからと言えよう。本将棋では、勝敗の決着は原則、罪、または投了となっている。一般的な慣習としては、せめては、 このような大差がつく前に相手を詰めるべきで、受け手はもっと前の適切な段階で投了すべきとされている。なお、渦も実戦ではまずあり得ない局面であるが、この図では先手が後手玉以外の39枚を持っているにもかかわらず、ステールメイト状態となっている。この例では、先手は圧倒的に優勢ではあるが、敵人の駒を動かそうにも負が邪魔で、先手の盤上の駒が、 すべて1から5段目で、がんじがらめになっている。また先手の持ち駒はすべて負であり、どこに打っても2歩になるため使うことができず、先手は39枚あっても指すことができない状態となっている。前述の慣習によれば、先手の負けとなり、後手が玉1枚だけで勝ちとなる。中将棋や大将棋などの持ち駒制度のない、将棋類では相手の駒を取っても、 持ち駒として使うことができないため、ステールメイトが成立することがある。中将棋では、ステールメイトになった方が、負けと、明確に、ルールとして定められている。持ち駒制度のない他の将棋でもそれに準ずるものと思われる。フェアリーズ目将棋では、地玉を、ステールメイトの状態にすることを目的としたものも、存在している。馬鹿自殺、ステールメイト、または、 協力自殺ステールメイトなどと呼ばれている。その他のチェス系統のボードゲームでもステールメイトに関する対処が存在する。ありがとうございます。